はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、クロニクルバトルで作成できるカインの槍が強すぎる、マジで強い。で、今回の槍は両手そして二刀流と切り替えができる槍になってますと。マジ強い。それもまあ、それも強いんだけど、もうね、やばいよマジで。 HP15 はまあまあさておきなんだけど、ジャンプダメージ50プラスさらにハイジャンプで100がつくと。つまり、まあ、カインが装備しなくてもジャンプダメージアップ150が、まあ、ついた攻撃200ある槍だと。マジで強い。でしかもカインが装備すると、まあ、専用なんだけど、攻撃の固定ジャンプ500にさらにアビリティ加算が3000されんので、ジャンプってアビリティだからこれの恩恵がもろに受けられるんだよね。マジでカイン欲しい、超強え。これだから、まあ、僕はカイン持ってないんだけど、まあ、槍だけはあとね、もう1体カインが当たればスパトラ獲得できるから、ちょっとセレチケで取ろうか迷ってるんだけど、エドガーにも使えるしマズルカにも使えるから、マジでこれはね、ちょっと作るべきだなと思いました。本当に強い。両手と切り替えができるところも本当に強いから、カイン持ってなくても素材は集めておくべきだなと思いました。そしてカイン持ってなくてスパトラだけ持ってるよって人がいれば、もうぜひこれは最後まで強化すべき一本だなと思いましたので、もうなんとしてもクロニクル頑張って周回してゲットしてください。本当に強いです。これはもうね、ジャンプキャラクターであれば、まあ、カインが最適なんだけど、カインじゃなくても両手のキャラクターでも十分に恩恵が受けれるジャンプダメージアップ150っていうのが強すぎる。で、両手だったら234で、まあ、ダメージ補正もちょっとあるから普通に槍単体としても強い。で、 1.3 倍までマックス、まあ期待値っていうとあれかな、 1.15 倍だけど、それでも206ある槍は普通に強いと思うから、もうぜひね、これは取っといていただきたいなと思います。まあそれと合わせてなんだけど、今回のクロニクルバトルでこれも作れるのね、黒竜の鱗コーマ40あって、 FF4 のキャラクターが装備すると1キラーでブツマどっちも 50% つくから、これをねぜひ作っておいてほしいなと思いますので、カインのね槍を作るついでに、こっちの黒竜の鱗アクセの方もぜひもう作り忘れないようにだけしていただければなと思います。いやマジで今回カイン持ってる人が羨ましすぎて、もうカイン引きに行こうか死ぬほど迷ってるイサフトでございます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。